はーい、こんにちは、こんばんは、コンコンです。ゼロから始めるビビアミ生活、現在1ヶ月と1週間目ぐらいですね、になります。で、現在ね、第4回の首都争奪戦が行われている最中でございます。いやー、結構ね、時間経ちましたね。でね、で今回の首都戦なんですけども、第1回第2回はね、一応うちの連盟が勝利して元首を取ることできたんですけども、前回の首都戦はちょっと私がね、予定つかずに参加できなかったんですよ。ですので、ちょっとね、前回他の連盟さんにね、元首を取られてしまったので、今回その元首の奪還をね、狙う聖なる戦いといったところでございます。で、ただ結構今ね、きつい状況になっていて、もうね、戦力1位とかをね、奪われてるんですよね。今ちょっとね、あの戦力向こうが使っているので、順位変わってますけども、なんか普通にレベルとかも負けてて、結構ね、あの1位の座を奪われてるんで、なかなかね、あの対面で勝つのが難しいっていう状況ですね。で、ちょっと前までね、高速銃を持ってるのが私だけだったんで、その高速の差でね、勝ち切ることができたんですけども、今回ね、高速銃を作った人が結構ね、いろいろ出てきてるんですよね。でなんかね、あの累計購入とかに合わせて、購入されてる方が多いっぽくてですね、ちょっとね、その高速で勝っているっていう、そこのね、メリットがなくなってるんですよ。なんで今回はなかなかにね、厳しい戦いになるんじゃないかなってことが見込まれてる状況でございます。なんでちょっとね、頑張っていきたいなと思ってます。で、あとね、この審査場始めてめちゃくちゃ思ったのが、なんかレベ上げの感覚が全然違いますね。なんかね、もう今トップの人とかって、なんかね、3日に1レベぐらい上げてんですよ。3日に1レベ。ありえんぐらい早いっすよね。でも審査場ね、そのペースなんですよ。なんかね、審査場って、あの金貨収集機のところになんか税務署の機能が埋め込まれてるんですけども、これでね、収集できる金貨が結構でかいんですよ。で、今私ちょっと首都専用にね、金庫削ってるので数ないんですけども、これで1回でだいたいバンバン箱50個分ぐらいの金貨が手に入るんですよ。で、それが初回無料で、そこから100ダイヤで収集できるんですけども、毎回ね、毎日11回回すことができるので、毎日バンバン箱500個分ぐらいの金貨をこれでガチガチね、集めることができるんですよね。なんで正直、9サバほど金貨に全く困らないんですよね。なんか旧サバのレベ上げって、もうとにかく金貨が不足して、で、バンバン箱をひたすら買い集めて、それでね、無限火力をレベルアップさせて、レベルアップさせるって感じでしたけども、こちらなんかその辺の感覚全然違っていてですね。で、金貨は集まるんですけども、代わりに、これが貴重です。重要施設設計図というアイテムですね。で、これが、これ1レベ、この情報指令センター上げるのに、なんか5万個とか必要になってくるんですよ。で、NPC 一体買った時に、このアイテムが大体40個ぐらい手に入るんですけど、そうなるとね、普通に1000体以上 NPC 買わないとこれ集まりきらないっていうところで、だから金貨は溜まってくけども、この重要性設計図が足りなくてレベル上げできないみたいな、だからそんなね、わけのわからん状況になってますね。で、本当にね、全然レベル上げの感覚違いますね。ただ基本的には旧サバよりも全然上げやすいですね。金貨に困らないんで。なんで、金貨バンバン宝箱の価値観っていうのがね、旧サバと全然違ってきてる感じですね。はい。むしろこの重要施設設計図がとにかく欲しいです。これって課金しても手に入れにくいアイテムなんで、なかなか集めづらいんですよね。もうとにかく体力回復薬を買い集めて、それで、ね、NPC 買いまくるぐらいしか手がないんで、なかなかね、難しいですね。はい。という感じで、ちょっと私もレベル上げ苦戦してる状況です。ということで、早速ちょっと行っていきますか。といっても結構実力が白昼してきているので、あんまりなんか動きはないと思うんですよね。多分なんか30分とか15分とか首都を占領し続けると無理だと思うんで、まずは牽制試合から入るかなって感じですね。で、最後の5分占領だとか、そのあたりになってきた時にどう動くかっていう、そこが注目のところですね。じゃあとりあえず首都近辺に移転しますか。あのマクロス基地付近の人がいるんでね、その音響キャラにその近くに移転しておきましょう。ういと私、基地付近をプラントしか持ってないんで、プラントで参戦します。農民としての意地を見せてやるぜ。ということで、首都はね、今のところ、多分、ガチで守ってはないですね。なんとなく入ってるぞって感じで。で、多分、このサイロで、牽制し合ってるような感じですかね。ちょっと一回ぐらい様子見で突をしたいですね。あと今までちょっと海軍メインで使ってきましたけども、今回ね、高速銃をお相手さん作ってきてるということで、それで海軍にね、高速銃をついてるらしいんですよ。なんでそれを見て、私はね、空軍の方に高速銃をつけてますね。で、海軍も一応高速8あるんで、その相手の海軍以外なら、海軍でね、牽制できるかなって感じですね。なんで相手の海軍を空軍で防護していきたいという、そういうね、状況でございますね。
なんだかんだ全サイロと首都両方ともうちが持ってるんですよね。で今のところ攻めるところはどこにもないという悲しい状況ですね。やっぱなんか総合力強いんだよな。なんか中盤というかなんかトップ3以外のところのシトラがかなりうち持ってるんで、なんでその辺以外がめちゃくちゃ頑張ってやってくれた感じですね。いや本当に我々としては相手のねトップの方をどう抑えるかっていう、まあ、そこに尽きるかなって感じですね。まあちょっとまずは空軍温存して海軍で遊んどこうかな。なんかテンプがない状態のナージャってその辺のコンバート簡単にできるからめっちゃ楽でいいっすね。テンプもね全兵士の強化をとりあえず揃えておけば、まあ、結局ねどっちでも使えるんで海軍でも空軍でも陸軍でもいけますし、まあ、その辺が結構楽っすね。よしよし、じゃあちょっとワンチャン30分占領できねえかっていうところで入れてみますか。あ、っていうかなんかあれだな、このセット作るの忘れてるからこれちょっと作っとこう。でまあいっか、普通に入れて、結構舞台に余裕あるんでね、普通に入れときましょう。よし、意外と相手が首都狙ってこないんで、このまま取り切りを狙って飽和防衛入りますね。そして私は1軍の空軍を投入します。これはなかなか突破できないと思うよ。よし、で2軍海軍も入れておいて、これはなかなかね相手の1軍海軍でも突破は難しいと思うよ。これで空軍入れ直しまくればそう簡単には落ちねえはず。よしよし、これうまいことやればいけんじゃねえかな。油断せずに行こう。で装備はちゃんと空軍に高速銃ですね。で海軍高速8っていう感じなんで、まあ、そう簡単には落ちませんよ。お、やってきてますね。これでどんぐらい削られるか。強い強い。これちょっと入れ直しの隙を狙われるのが超嫌だ。連投されるときついな。まあでもこちらのね、第2エースというか、まあ、エース格の方が頑張ってくれてるんで、そう簡単に落ちないですね。あの方とか頑張ってくれてる間にこうやって空軍を入れ直しをすればそう簡単には落ちねえと思うよ。やっぱ空軍で海軍に勝てると嬉しいですね。やっぱこれがね空軍の唯一のメリットだからね。まあお相手がね海軍使ってよかったよ。クリエッターとか来たら秒で潰されるからね。ミスった、違うの出しちゃったよ。これ分かりづらいな。もう一回撤退して、間に合わなかったな。なんか飽和防衛はうまくいってると。
これもあれだな、オーバー防衛しとくか。これ忙しいな。よいしょ。入れミスると死ぬからね、俺が。死体だね。よしよし。あ、対面で勝てるのはでかいね。入れたやつのどれが本部隊か分かんなくなるのはめちゃくちゃややこしいよね。なんか入れ直しをするときにどれ入れ直したらいいのか全然分かんなくなる。なんか今回相手の攻撃ヘボかったな。ああ、陸軍試したのね。まあ、高速勝ちしてりゃね、兵士有利でもそう簡単には削られないからね。一瞬落ちたらしい。さっきの入れ直しのタイミングかな。残念ですね。残り時間が1時間切りまして、15分占領に切り替わりましたね。でまたチャンスは増えたんですけどね、まあ、同じように連突されて追い出されるんじゃないかなって感じですね。これを何とかね頑張って耐え忍んでいきたいというところですね。お、部隊を引いてるから来そうですね。残り5分なんでね、そろそろ仕掛けないと危ないからね。さてさて、一応対面では勝てるからね、一回追い返せるんだが、まあその2連突されるときついっていうのと、あとあれだね、ここでサブ部隊で突った後に本部隊後に出すっていうパターンが危険です。それで釣られて戻しちゃうと危ないので、あ、これあれだ、あえて陸軍にしてるやつだね。ただ陸軍だと後続の方を抜けないので、まあ、突破はできませんよと。これは何も考えずに入れ直せばいい。めっちゃおめえ。うわ、ここで接続切れっすか。ちょっとしんどいよそれは。うわ、なんじゃこりゃ。一番いいとこ。おい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 。これが全員だったらいいんだけどさ、自分だけ食らってたらやだよね。いや、こんだけ開けたら絶対落ちてるわ。いや、これちょっとクソしよう。これはちょっと怒っていいやつやな。この野郎、
束できねえし。もう俺はダメかもしれん。ピエン。やべえ、マジで繋がんねえんだけど。こんなタイミングである？こんなこと。え？初めてなんだけど。一番いいタイミングなんだが。これは非常に困りましたね。どうしよう。いや、わからん。なんか突然、ネットワーク無効みたいな感じになった。ちょっと、こんな大事な時に、ネットワーク繋がらなくなる男、コンコン。ちょっと再起動してみよう。これでダメだったらちょっと困るね、本当に。いやー、PC 再起動したら入れたけどさ。何やったん、マジで。敵軍のサイバー攻撃か。まさか奴ら、そこまで上等な手段を取ってくるのが。我々今、勝てもしない戦いに挑んでるのかもしれねえ。はい。で、なんかね、ラグっててよくわかんなかったんだけど、一回ちょっと落とされて、そこに増援で入ったみたいな形になっちゃったみたいだね。なかなか難しい。さてさて、残り5分近づいていたから、もう一回相手動いてくっかね。ちょっとね、普通に負けんのはいいんだけどさ、ネットワーク切れるのはやめてほしい。マジで。どうしようもねえもんな。いや、これでも逆に首都戦でよかったかも。越境戦とかだったら今の隙に普通に吉焼き飛ばされてるとかね、あると思うから、吉焼きがないね、ローカルルールでやってるんで、これ助かりましたね。今のは、陸で、ああ、あの人は受かったのに。逆に、今、俺がミサイルで削られてたからさ、2番手になってたんだわ。そこで相手の陸軍を味方の海軍の人が返してくれたという状況ですな。残ってるんで、あれ？ややこしいことになっている。中途半端に残っちゃってんのか。突っ込んで。あ、重い。 50% 残し引くかどうか悩むやつだな。一旦ちょっと次弾帰ってくる。お、焦る。よいしょ。忙しい。
激務激務。今まあでも間に合わなかったかな。今のギリギリ加速しようとして召喚するという初歩的ミスをしてしまいましたね。まあやっぱねきついな。引くタイミングがすごく分かりづらいし、あと中途半端にね舞台が残っちゃってると、あの後半に行っちゃうんで、それがね増援に入れなかったりするのよね。それがちょっと微妙にしんどいな。知らない。虎の子を出すか。選択兵士プラス1宝箱。これなんかね、あの、なんだっけ、特選ギフトみたいな。特選シューパスか。これで勝手にね、集まってくるんで、これちょっと使いましょうか。本話がでも余りまくってどうしようかなってるからな。よし。どこだ。よし。どんぐらい？とりあえず80ぐらい。飛行機。よいしょよいしょ。いや、これどうすっかな。本若のさ、越境戦が11時から始まんのよね。だからちょっとさ、出遅れちゃうと基地焼かれるからね、あっち。正直、早めに終わらせたいっていうのが本音なんだが。最後の石取りゲームまで行っちゃうとちょっとめんどくさい。シールドだけでも貼っとこうかな、ほんわか。体力がねえという罠ですね。やっぱ体力使う仕様がマジでクソだわ。まあ逆に言えばね、攻める側結構きついと思うんだけどな、そこで。よし、再び飽和防衛狙いですね。今回ちょっと俺もねプラス1空軍入れたんで、もうちょっと耐えられるかな。普通に飽和防衛も入れとくか。体力もったいねえけど、あとクソ分かりづらいけど、どれが入れた部隊か分かる方法はないんかね。これさ、そう、一番上でしょって思っても勝手に入れ替わったりすることがあるんだよね。よく分かんないんだよな。まあ本当はこっから撤退するのが一番いいんだよね。これだね。ここ見とけば更新されるのかな。減った時にここは即反映されて減るんだったら、ここずっと見とけば抜くかどうかの判断簡単にできるよね。さあ残り1分らしい。ちょっと待って、まず減るかどうかを確認しよう、ここで。いやでもなんか更新されない気がする。攻撃された。変わった？ちょっと、待って。あ、でも変わったか。こう見とけばいいのか、じゃあ。これ減ったら抜くっていう。減ってない。本当か？うさんくせえ、ちょっと待って。あ、本当だ。順番の妙で。信じよう、信じよう。これを信じよう。きっとここはちゃんと反映されると信じて。あ、減った減った。ここで入れ替えて。ああ、なんか取ったらしい。気がついたら。いやいや、でもよかったよかった。ちょっと最後ね、入れ直そうと思ってさ、焦ったから、ちょっとね、最後の瞬間見れなかったけど、変わってたっぽいですね。一応、サブラインとかもいろいろ入れたんで、最後の瞬間見れるかな。まあまあ、この海軍の攻めは俺の空軍が弾き返して、まあ、それでね、そのまま勝ち切ったって感じですかね。よしよしよし。なんとか、11時よりだいぶ前ですね、22時36分に終了いたしました。よかった。これで本若の準備ができるわ。
まあね、結構厳しい戦いでしたけども、なんとか原種取り返してよかったかなって感じだね。まあ普通にやっぱ兵種有利取れてるのでかくて、向こうが海軍メインなのに対してこっちやっぱ空軍でねうまくさせてて、で向こうそんなに陸軍めちゃくちゃ強いわけでもなかったんで、そこは助かりましたね。でこちらのもう一人のねエース格の方がまあ海軍でね守ってくれてたんで、相手が陸軍にコンバートしてもその人弾き返すって感じで、まあうまくね防衛ラインを保ててたのでよかったかなって感じですね。結構ね向こうのお相手さん負担えぐそうでしたね。割とやっぱねドクロとかもついてると思うし、結構ね私と同じくプラス1宝箱とか開けてる気がするんですよ。で1突にね体力5使うってことを考えると相当の体力を使ってると思うんで、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ということで一応第3回首都戦第4回首都戦はまあねこちら取り返しができて、原種をねゲットすることができたという形でございます。はい、じゃあちょっとね、本若の方の影響差もあるのでちょっとこの辺でね終わろうと思います。ではご視聴ありがとうございました。またねー。